皆さんこんにちは、みずきです。今日はですね、以前からたくさんリクエストをいただいていた私の髪の巻き方を久しぶりにご紹介していきたいと思います。不器用な私でもできる簡単な巻き方なので、皆さんよかったらぜひ最後まで見ていってください。はい、じゃあまず前髪から巻いていきたいと思います。前髪はいつもストレートアイロンで巻いています。私が使っているストレートアイロンはホリスティックキュアーズのストレートアイロンを使ってます。もうね、長年ずっと愛用しているストレートアイロンです。多分楽天とかで購入できると思います。あと後から出てくるんですけど、この 32mm のコテもホリスティックキュアーズのコテを使ってます。前髪はね、もうかなり適当に巻いていきます。こう上に持ち上げるじゃないですか。で、挟んで上にね、シュッと持ち上げるだけです。これで若干ボリュームも出るし、こっちもカールされるので、私はね、もうこの超簡単な巻き方をいつもしてます。で、こっち側もしていきます。ほんと上に持ち上げるだけです。私かなり不器用なので、いつもこんな感じで簡単に巻いてます。はい、で、前髪をこんな感じで簡単に巻いたら、先にですね、この N ドットのオイルを全体に塗っていきます。なんか巻く前にオイル先に塗った方がいいよっていうことを美容師さんに聞いて、それ以来ずっとね、巻く前にオイルは塗ってます。 N ドットのオイルも韓国にね、何本も予備で持ってくるくらいずっと使ってます。で、全体にオイルを塗り終わったら、次はコテで巻いていきます。ほんとこのホリスティックキュアーズのコテめっちゃ巻きやすいんですよ。私がいつも行っている福岡の美容室で使ってあるコテなんですけど、ほんとおすすめです。コテが温まったら、まずね、半分に分けます。もうざっくり分けちゃいます。で、この下の髪から巻いていきます。で、この分けて下の髪も2つに分けます。で、こっちの手前から巻いていきます。巻き方はね、もう全部同じです。挟んで一回くるっと巻きます。で、だいたい5秒から10秒ぐらい待ちます。で、くるっと外に外して、一回下に下げて、また巻きます。ほんとこの同じ繰り返しです。で、また取って下に下ろして巻きます。取って、で、最後こんな感じでくるくるっと外すと、外巻きのね、束になります。なので、このまま、熱を一回冷まします。で、その冷ましてる間に後ろを巻いていきます。これも全く同じです。外して下に下ろして巻きます。私かなり不器用なんで、韓国語で簡単な予診盛りみたいな感じで YouTube でね、検索していろいろね、調べてたら、この巻き方が出てきて、もうこの巻き方を覚えてからはずっとこの巻き方です。韓国はね、結構みんながっつり外巻きって感じです。で、こんな感じで同じようなね、束ができました。で、これも冷まします。で、こっち側も同じように巻いていきます。で、全部こんな感じで巻き終わったら、上もね、また同じように巻いていきます。ここもね、前の部分を取って、同じです。くるっと一回巻いて、だいたいいつも私は顎のラインで合わせてます。
で温まったら外して下に下ろして巻きます。これだけで韓国のねまとまった余震盛りになります。コテはね太ければ太い方がいいです。韓国はね結構みんな分厚い太いねコテを使ってます。なので私の32ミリでも少し細い方です。もう一回覚えてしまえば同じことを繰り返すだけなので簡単に皆さんできると思います。同じように巻いていきます。でこっちが全部巻き終わりました。全部ね一個一個束になってる感じです。でこっち巻いたのと同じようにこっちも巻いていきます。こっち巻くときも一周巻いてこの顎ラインで合わせます。でこっちも全部巻き終わったらこのね顔周りの毛も外巻きにしていきます。はい、こんな感じで全部が束になりました。これでねちょっとこっち側が冷えるのを待ちます。である程度熱が冷めたらほぐしていきます。そしたらね、こんな感じでちょっとまとまった外巻きのウェーブになります。で最後に私がねよく使っているこの手ぐしが通せるケープふんわりスタイル用を使っていきます。これつけてたらしっかり夜まで形はキープされます。で夜までしっかりキープしてくれるんですけどパリパリなりすぎないので私はとっても気に入ってます。これもね何本も日本から買ってきてストックが家にあります。これを全体的に軽くかけて前髪にもかけます。前髪は根元にかけます。はい、ということでこんな感じで完成です。不器用な私でもできるとっても簡単な巻き方なので皆さんもぜひ一度やってみてください。今日も動画最後までご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。